はい、こんにちは、七尾です。今回は、以前東京ミネルヴァ法律事務所を食い物にした悪い奴らという動画をアップした、その動画の続編となります。新潮社が東京ミネルヴァ法律事務所の代表弁護士川島弁護士にインタビューした記事がありましたので、そちらの記事からの抜粋となります。私の動画では代表の川島弁護士のインタビュー部分を重点的にお話ししようと思います。まず最初に、川島弁護士が、述べられたことです。私は事務所の会計が破綻しているのを把握していながら、依頼者のお金に手をつけ、身の丈以上の広告宣伝費を投入し続ける状態を覚悟してきました。その罪の重さは計り知れません。依頼者のお金というのは消費者金融やクレジットカード会社から返還された法定利息を超えた過払い金、これを預かり金と呼び、一旦事務所の口座にプールし、2割程度の手数料を引いた8割を依頼者にお支払いします。負債額51億円は大まかに言って31億円ほどが預かり金で、約20億円が広告宣伝費などの未払い金です。ただこの31億円が広告代理店によって流用されていた。それを私は止めることができませんでした。近年は過払い金返還請求訴訟の需要が減っているのに、広告費は減らさない、いずれ破綻する先細りのスキームでした。私は3代目の代表なのですが、ミネルヴァは設立時から小島代表会長と、これリーガルビジョンの小島会長ですね、広告代理店リーガルビジョンの小島会長と過払い金の仕事をしていたんです。17年に私が代表となる際には、会長から2代目がもう高齢だから代表をやらないかと打診されていたのです。その時の言葉が、経営は任せてくれ、4億円の負債があるけれど資金繰りはこちら、リーガルビジョンの担当者がいてなんとか回っているから、ミネルヴァは潰せないんだでした。当時の私は仕事の量を増やしていけば経営は立て直せるだろうと思ってしまったのです。代表就任前にちらっと決算書を見せられていました。売上が立っていない過払い金返還請求訴訟などもあって、お恥ずかしい話ですが、経営状況を精査せずに引き受けてしまったのです。代表になってから分かったのですが、ミネルヴァは会長の支配下にありました。リーガルビジョンに支払うのは広告費だけであり、ミネルヴァの事務所はリーガルビジョンのグループ会社からの、点貸しで、事務所の派遣社員もリーガルビジョングループからの派遣、その人件費に始まり、電話やインターネット回線の使用料などもリーガルビジョングループに支払っていた。ミネルヴァは人、物、金を握られ、会長の指示でリーガルビジョンへの支払いを手をつけてはいけない預かり金で充当していることが分かったのです。このね、ミネルヴァの代表弁護士の川島弁護士は3代目だったんですね。大きな事務所の代表をやってみないかなんて声かけられてね、うまく乗せられて、まあ、気づけば弁護士の肩書きだけ利用されるシステムだったということですね。しかしならば、初代とね、2代目の代表弁護士の責任も気になるところだと思うんですけども、どうなんでしょうね。そして次です。テレビやラジオ、新聞、ネットなどで出張相談会を告知して集客します。相談会は全国各都市で2週間から3週間開くことが多いのですが、会場を訪れた人の過払い金返還請求の訴訟を受任するリーガルビジョンが整えた会場で、お飾りの弁護士は受任するだけでいいわけです。いずれにせよ、これらの広告費が経営を圧迫しているのは明白でしたが、売上を上回る請求が削られることはありませんでした。事務所の経営方針に川島弁護士が疑問を抱いたのは、代表就任から1年ほどが経った18年の夏頃だと言います。是正すべきだと思い、小島会長と話し合ったのですが、決算書すら見せてもらえません。負債などの重要な話ははぐらかされ、一蓮托生よろしくお願いしますと
大きなフォントで書いたメールを送ってきたこともありました。そんなに言うのなら人を引き上げるなどと脅された挙句、派遣社員を出勤させないといったことも、事務所は私を含めた6名の弁護士と30名前後の事務員、その10名以上がリーガルビジョングループからの派遣でしたのでしたから、人を止められると立ち行かなくなってしまいます。それでも、資金調達のための決算書が必要だと会長を説き伏せ、やっとのことで今年に入ってから決算書を見せてもらいました。そこに記されていたのが51億円の負債。私はこの時点で初めて知ったわけです。そして預かり金の31億円が流用されている事実に行き着いたのです。またこれは後の調査で確認された数字だが、ミネルヴァ設立後の8年度分で、8年間分ですね、で、リーガルビジョングループからの請求は115億円ほど、請求書の欠損による未確認部分も加味して、ざっと130億円がミネルヴァからリーガルビジョングループに払われた計算です。さっきに挙げたミネルヴァの設立以来の売上見積もりとほぼ同額、売上の大部分がリーガルビジョングループに吸い取られていたわけですねと、川島弁護士のお話。私は51億円の負債を認識する以前から、負債が膨らんでいると予測していても、小島会長に強い態度に出られませんでした。強引に事務所を解散させたとしても、弁護士法で定められた無限連帯責任によって代表である私がその全てを負わなくてはいけません。私も家族があるので、そう簡単に破産させるわけにはいかず、どうにか再建の道を探りたい、そんな思いがあったのです。そうは言っても小島会長はすごく腰が低くて人たらしの面がある。普段も私が母ちゃんが代表になって売り上げが良くなったとか、みんな喜んでいるよと褒めてくる。今思えば私は洗脳状態にあった気がします。私は人を助ける仕事がしたくて弁護士を志しました。細々とでもいいから依頼者の一人一人に相談してよかったと思ってもらえる仕事をしたいと考えていました。負債額を知ってそれを思い出しました。一弁から、これ東京第一東京弁護士会のことですね。一弁からの懲戒請求で、弁護士資格を失うかもしれませんし、警察の捜査を受け、小島会長とともに刑事的な責任を問われるかもしれません。とにかく依頼者の方々に謝らなくてはいけないと考え直したのです。本当に申し訳ありませんでしたということですね。ということでね、前回私がね動画でお話ししたように、もしかしたらね事務所の職員か弁護士が所属の弁護士会に助けを求めたんじゃないかって、言ってたんですけど、それがどうも正しかったようですね。代表員など重要なものをね、リーガルビジョンに握られて、自分たちからね破産申請ができない状態であったらしいです。それで、これ以上財産流出を食い止めるために所属の第一東京弁護士会一弁ですね、一弁に助けを求め、一弁が破産申請を行い保全処分を取ったということらしいです。ミネルヴァ東京にミネルヴァ法律事務所の、代表弁護士であった川島弁護士がお話しされた一部分ですねをちょっと抜粋してお話しさせてもらったんですけども、これからもねいろいろ隠れていた事実なんかも出てくると思います。いろんなことがありますね。なかなか難しい思います。それではね、今日はこれで以上です。どうも今回もご視聴ありがとうございました。